円記号。円は、日本の通貨単位の円や中華人民共和国の人民円などを表す通貨記号である。ユニコード文字名称は、ジス文字名称は、円記号。金額を表す数字に前置する。この円記号は、コンピュータでの文字コード変換マッピングに厄介な問題を抱えた記号の一つ、類似の問題を抱える記号には、ウォンがあるとして知られ、 円記号のその問題は、円記号問題と呼ばれる。明治期に日本と交易を行った、英米人により、日本の通貨である、円は、円ではなく、ジェンと綴られた、詳細は、円、通貨を参照。ドルの習慣に合わせて、その頭文字 Y に、同様の二重線を入れたものが、円の由来であるとする説が、一般的である。一方、中国では、 本来の通貨単位である、窓かを、貨幣を表すにふさわしい、画数が少ない等の理由から、動音維持の元に代替した。双方、ピンインで、ユアンと綴り、この頭文字に応戦を1本、または2本加えた記号、円を漢字と同じ2バイト文字として用意し、コンピュータ用の文字集合ギガバイト2312に採用した結果、徐々に実社会でも普及した。 数字の前につけることにより、円という意味になる。例、二百円、二百円、また、二百円、マイナスのように数字の前に、円記号、数字の後に、ピリオドとダッシュを入れて、前へ後に数字を書き加えられることを防ぐこともある。これは、全員の単位が日常的に用いられていた頃に、例えば、十円五十銭を、十円といったように表記していた名残である。 欧米や海外では、中国のマドカと特に区別したい場合は、JPN、または、JN と書くことも行われる。数字の前につけることにより、元という意味になる。例、200円、200元、日本円と特に区別したい場合は、CNN、または、人民元円、人民兵元、RNMNB、U1 の略と書くことも行われる。 日本語用の符号化文字集合規格である JISX-0201 では、延期号は0 x 5 c 番地に割り振られている。JISX-0201 は、アメリカ合衆国で制定された符号化文字集合の ASCII を拡張し、国際規格とした ISO-IEC646 に準拠している。ISO-IEC646 は128文字分の領域を持つ、 符号化文字集合だが、このうち十二文字は、各国で自由に決めても良い領域である。ジス JISX0201 円記号が割り当てられた例、X5C バンチは、この十二文字の一つであり、アスキ i では、バックスラッシュ記号が割り当てられていた。よって、バックスラッシュが、ディレクトリー、フォルダーの階層、フォルダーパスを示す記号として用いている、MS、m s d o そして、事実上の、 その後継 OS となった Windows の各日本語版では、ディレクトリー、ホルダーの階層、ホルダーパスを示す記号が、バックスラッシュではなく、円記号となっている。なお、インターネット上の URL については、MS DOS、Windows ともに、英語版同様、スラッシュを用いている。従って、ASCII などで記述された文章を、 ジス X0201 によるものと解釈して読むと、バックスラッシュが円記号円に文字化けすることとなり、逆もまた同様である。現在広く用いられている日本語用文字コードのシフトジスなどに文字ス X0201 に基づく部分があり、それらでも同じ現象が発生する。バックスラッシュは MS DOS ではディレクトリ名を区切る記号として C 言語なら、 文字列の中で特殊文字を意味する記号として扱われるなど ISO-IEC646 で未定義の文字を各種オペレーティングシステムやプログラミング言語、その他のソフトウェアで制御コードとして使用するという不適切な仕様が一般化してしまった。日本語用の文字コードにはバックスラッシュが存在せず、 同じ 0X5C バンチに円記号が割り当てられているのであるが、これらのソフトウェアでは 0X5C バンチの文字がエスケープ文字として扱われるようにされていたため、日本語用文字コードでは円記号が同等のエスケープ文字として解釈されることになった。西ヨーロッパで使われている符号化文字集合である ISO-8859 から1は 0X5C は、 アスキーと同じくバックスラッシュであり、円記号は別の番地チレースもに配置されている。従って ISO-8859 から1の円記号は制御コードとはならない。また、日本語用文字コードで記述された文章 ISO-8859 から1によるものと解釈して読む場合、やはり塩記号がバックスラッシュに文字化けする。 日本語用文字コードからユニコードに変換する際に発生する円記号の扱いについての問題である。世界の文字コードを単一の体系で包含するため、ユニコードという文字コードが生まれた。ユニコードに世界中のあらゆる文字を含ませ、あらゆる言語をユニコードで表現できるようにすることが目指せた。世界の隠し文字コードの文字はユニコードの文字と対応付けられ、 それに従って、隠し文字コードからユニコードへの変換を可能にするものであったが、円記号の扱いについては問題があった。前述の通り、日本語用の文字コードでは、円記号が 0x5c に位置し、制御コードとして扱われる。それに対し、西ヨーロッパ言語用の ISO-8859 の位置は 0x5c。 バックスラッシュとは異なる番地の005に円記号が配置されており、円記号は制御コードとして扱われない。したがって、これらの文字コードで書かれた文章をユニコードに変換し、いずれの円記号もユニコードの円記号 U プラス005にマッピングした場合、変換後の円記号は、バックスラッシュ U プラス 005C と同等の制御コードとみなすべき、日本版の円記号なのか、 文字の一種でしかない、ヨーロッパ版の円記号なんか判別できなくなってしまうのである。また、ユニコードの延記号、U プラス 00A5 制御コードとみなさないものと、すれば、制御コードとして使われている、延記号は U プラス 005C、バックスラッシュに、そうでないもの、通貨単位などを表すために使われているものは U プラス 00A5、延記号に変換せねばならないが、 この処理は困難である。この問題に対する現実的解決として、ほとんどの環境では、日本の円記号は、ユニコードのバックスラッシュ、U プラス 005C に変換される。さらに、マイクロソフト、ウィンドウズ等のマイクロソフト製の OS では付属の日本語用のフォントの 005C を、円記号に表示するようにすることで、表面上問題が起きないようにした。また、 多くの日本語、JIS キーボードでは、円記号とバックスラッシュのキーが別々に存在しているが、どちらを入力しても 005C が入力されるようになっている。結果、JIS からの変換やキーの入力は 005C に統一され、これらのフォントを用いる限り円記号が表示されるようになっている。結果、ディレクトリー、フォルダーの階層フォルダーパスを示すは、英語版では、 バックスラッシュであるのに対して日本語版では円記号として表示される。またバックスラッシュのグリフを上書きする。この対応はユニコードの仕様から逸脱したものでや、さらにソフトウェアで用いられるフォントによってパス区切り等の表示が大きく異なってしまうため混乱の原因となり賛否両論を招いた。現在一般販売、配布されている日本語用フォントには この仕様に追従したものと、ユニコードの仕様通り、バックスラッシュを表示するものが混在している。一方、MAX では、このようなグリフ変換を行ったフォントは搭載して、おらず、005C は、バックスラッシュが表示される。一方、円記号のキーでは、初期設定では005が入力されるが、設定で、バックスラッシュに変更が可能である。iOS も、 この仕様に準じており、円記号 00A5 とバックスラッシュ 005C は別の文字としてきちんと表示され、ソフトウェアキーボードでは双方が容易に入力できる。アンドロイドではメーカーが採用するフォントにより、表示環境は異なるが、概ね iOS と同様であり、主要な日本語キーボードでは2つの記号の双方の入力が可能となっている。よって、 Windows 環境下で特別な配慮なく作成されたサイトや文書や JIS から変換されたファイル等を m a c ン i n t o s h やスマートフォン等の環境で閲覧すると通貨記号を意図して入力された円記号がバックスラッシュで表示されるという問題が発生する。しかし Windows では依然として上述の仕様は変更されておらず通販サイト等では 全角の円記号を用いるなどの対応がなされている。シフトジスでは、文字の2バイト目が 0x5c、円記号、バックスラッシュとなりうるため、当該箇所が誤って、制御文字と認識されてしまい、問題が発生することがある。この問題の詳細については、シフトジス2バイト目が 5c 等になりうることによる、問題を参照すること。HTML における、 文字実体参照では、コディセ1で、円記号を表示することができる。この時に出力される、円記号は U プラス 00A5 にマッピングされている、ものである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。